私は1歳になる息子のハルトと夫の高大の3人で暮らしているナルミと言います。息子は生まれた時から病気がちで、たびたび発熱や嘔吐などを起こしていたので、働きに行くことができずに専業主婦で子育てをしていました。夫はというと、俺は関係ないとばかりに無関心。熱が出ようが夜中に救急病院に行くことになっても、自分は関係ないとばかりに動こうとせずに息子を病院に連れて行ってくれたことは一度もありません。1歳になる前に息子が入院した時も、一度も見舞いに来ないという薄情な男で、我慢の限界が近づいていたのです。ハルトが痙攣を起こして救急車で運ばれたから、これ見たら連絡して、今検査中、何かあったらどうしよう。なんとか無事だけど入院だって。入院の準備するから会社終わったら病院に来て。忙しいのはわかるけど連絡して。また入院？朝からずっと連絡してたのに。仕事してるから仕方ないだろ。ハルトの緊急事態なのよ。いつものことだろ、大げさな。大げさじゃないわよ。痙攣して泡吹いてたのよ。どんなに怖かったかわかる？でも大丈夫だったんだろ。大丈夫じゃない、しばらくは入院よ。着替えとか準備しなくちゃいけないから早く来て。仕事で疲れてるんだけど。息子が大切じゃないの？前みたいにお母さん来てもらえよ。無理よ、お父さんがヘルニアだから迷惑かけられない。俺には迷惑かけるのか？私たちの息子でしょ。入院の準備なんてハルトが寝てる間に帰れよ。それより入院中の俺の飯は？また外食とかコンビニかよ。こんな時に自分の心配？夕方お母さんに代わってもらって、掃除と洗濯、飯作って病院に戻れよ。前回は1週間の入院で洗濯もゴミも溜まって大変だったろ。今回は毎日1回帰ってこいよ。そんなことできません。協力してよ。俺はお前のために言ってるの。育児も家事もお前の仕事。俺は働いても働いてもハルトの入院費や病院代に消えていくから、やる気失せるよ。ちょっとそんなこと言わないでよ。心配もしないわけ？俺は俺が心配。ハルトが弱いから俺の収入は病院代に消えていくんだから。子供は病気になりやすいの。あいつは異常だよ。めんどくせえな。そんなことよりまだ病院に着かないの？今居酒屋。どうせ飯作ってないんだろ。来てくれないと困るわよ。いろいろ準備しなきゃ。足りないものは売店があるから買えよ。俺は仕事で疲れてるんだよ。結局夫は来てくれることはなく、下着や歯ブラシなどは売店で購入しました。次の日母に来てもらい準備することができましたが、結局10日ほどの入院で夫が病院に来ることもなく、退院したら案の定ゴミ溜めの状態だったのです。私は喧嘩する気にもならず、虚しさだけが湧き起こりました。離婚を考えましたが、病気がちで医療費も必要なため、なかなかできずに我慢するしかないと思っていたのです。しかし反撃のタイミングは突然やってきたのです。熱が39度もある。インフルかも。会社から返されたからスポーツドリンクとか準備よろしく。おい、なるみ、何やってんだよ。忙しいのよ。俺が高熱出してるのに何連絡無視してんだよ。だから忙しいのよ。今から帰るから。そう、私はハルトと実家に帰るわ。熱あるって言ってんだろ。ハルトに移ったら困るし。俺のことはどうでもいいのかよ。私はハルトが心配なの。あなたはあなたのことだけ心配してたら。夫が苦しんでるのに見捨てるなよ。ハルトはお母さんに預けて帰ってこいよ。動けないんだよ。大げさね。居酒屋でも行って元気つけたら。悪かったよ。何が？家事しなかったこと怒ってるんだろ。そんなことどうでもいい。ハルトは小さい体で苦しんだのよ。それなのに心配もせずに行ったことがおかしいのよ。悪かったよ。病気になって分かったよ、ハルトの気持ちが。あなた熱も出たことないわけ？
あるけど。しばらく反省したら、病気の辛さを理解できるチャンスじゃない。それじゃあ10日後に。なるみ、熱で何もできないんだって。お願いだよなるみ、俺のことも心配してくれよ。私は夫の熱が下がるまで1週間実家で息子と過ごしました。1日目は放置していましたが、さすがに2日目は心配になり、母が私の代わりに夫の面倒を見てくれることになりました。夫は義母に風邪の看病をしてもらったのはとても気まずかったらしく、さらに母がチクチクと息子のお見舞いにも来ないということも言っていたので、私と息子が帰ってきた時の歓迎っぷりは半端なかったです。それからというもの、夫は息子の病気について大げさなくらい心配するようになりました。病気の時の心細さを実感したようで、微熱でも自分が病院に連れて行くとまで言ってくれます。もう飯は？なんて言わせません。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。